小沢君の過去について知らないか、私は彼評価しません。あの人はね、その金丸信というね、完全に竹下登も含めて自民党を牛耳っていた、まあ、結局ああいう末路になったけども、それから、まあ、田中角さんね、この人もね、面白い人だったか、私はやっぱりあの人の政治的な基本的な姿勢に反対で、金権反対でやってきましたがね、そういうものを背景にね、その幹事長、自民党の幹事長3回務めたって、その間何をしたんですか。あの人ほどアメリカの言いなりになった人っていないんじゃないですか。4年間でね、8年間で400兆のね公共工事やるって言って、そんなバカマの引けで、ね、結局430兆やったんだ、作んなくていいものをね。でその間ね、私はそれ反対唱えたけども、経済構造協議なんかでもですね、やるべきじゃない会議持って。